吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。数年前のコイドラス餌ランキングで1位にしたベッツラボのアドバンスフードコイドラス、高タンパク高脂肪の餌ながら生姜吸収が非常に優れている。コイドラスは低水温で飼育されることが多いので、いやこんな高タンパクの餌やったら危ないでしょと思うかもしれませんが、これは生姜吸収しやすいように配慮されているので、低水温で暮らすコイドラスにも与えられる高タンパクな餌。しかしながら量の割に値段高いんですよ。たった 20g しかないのに、これグッピー版ですけど 20g しかないのに400円するんですよ。コイドラスたくさん飼ってる場合はこれすぐなくなるんで、もうあのメインの餌として与えにくい。だから頼むからこの大容量モデルお願いしますって言って、数年経ったらなんとこれですよ。大容量モデル作ってくれました。こちらは 200g です。価格は驚異の1038円。10倍ならば4000円するところをなんと1000円で買えます。超高級な餌からコスパのいい餌になりました。黒いパッケージです。アドバンスフードコイドラス、コイドラスパンダの画像が載ってます。粒サイズ 0.9 から 1.4、 同じくタンパク質 52%12%、 魚が消化しやすい動物性タンパク質が主原料。原材料を見ると少し変わってます。こちらが安い方、オキアミミール、魚粉、イカミール、アンタクティッククリルミール、フィッシュミール、スクイットミール、イカミールだな、で、デンプン、イカ、こちらはデンプン、魚油、酵素処理オキアミとなってます。あとはファイア酵母、ベタイン、オキアミ抽出物、リン酸、カルシウム、大豆、グルコサミン、乳酸菌、酪酸菌、糖化菌、全卵の粉末が消えたのと、カロチニファシエンス菌体末も消えた。価格高騰してますから少し変えてはいるんだけれども、主原料は変わっていないので性能はそのままだと思います。餌を与えてみたところ 0.9 から 1.4 ミリなんで、全長5センチ以上のコイドラスならば問題なく食べれるんですが、まあ、全長3センチとか4センチとかいうね、小さいコイドラスはね、これは吐き出すんですよ。なので1段階粒サイズが小さい 0.42 から 0.62 ミリ、アドバンスフードグッピー、こちらをおすすめします。だから小さいコイドラスを飼ってる方はアドバンスフードグッピーの大容量モデルを購入して、それをメインの餌として与えれば健康的に太らすことはできると思います。さらにね、小さい、要はその全長 1.5 とか2センチぐらいのコイドラスはアドバンスフードテトラっていうとても細かい餌があります。あれでもいいと思います。あれは水を含むとね、少し膨張するんで、小さいコイドラスもね食べやすいです。めちゃくちゃこの粉っていう感じではないんで。コイドラスの餌はこんな感じ、色がオレンジ色、この色ってのが指向性につながります。オレンジ色は美味しいっていうのがどうやら頭の中にあるようです。甲殻類の色ってこうだからね、ブラインシュリンプも明るいじゃないですか。美味しそうな色ってのがこのオレンジ色らしい。で、色からまず美味しそうだなと思わせるのと、匂いがすごく水中に広がりやすいので指向性につながると。ただしこれね、沈まないんですよ。なので筒状のパイプを使って沈めてやる必要がある。そこだけ欠点です。だからもうちょっとね、沈みやすく沈下性って書いてるのに全然沈まないので、沈めてやらないといけないっていうのが痛いですけども、非常に扱いやすいのでおすすめです。これがね、高すぎて使えないから仕方がないからコリビッツを使っていたのであって、本当はこれ使いたかったんで、あとこれ作ってくださってありがとうございます。あの、本当に助かりました。もうこれ与えてね、コイドラスを増大していこうと思います。注意点としては、普通の餌よりも寿命早いです。まあ、公式は1ヶ月で使えって言ってるんですけれども、まあ寒いんで2ヶ月ぐらいは持つと思います。普通は半年ぐらいで品質変わるんで、変えなきゃいけないんですけど、開封してずっと経つとね、普通の餌と違って、この菌がね、たくさん増えて、なんか素晴らしい香りになるんですよ。この袋の中がね。最初はすごくいい香りなんですけれども、だんだん、まあ1ヶ月、2ヶ月と経ってくると、開けた時にね、うっていう香りになってきますので、それはね、与えない方がいい。冬場も、だから生きてるんですよ、この菌が。おそらくね、この開けた瞬間に。コイドラスの数に応じて、大容量モデルを購入するのか、小さいものを購入するのか、判断すればいいと思います。もう一つ、今日雪降って寒かったんですけれども、命がけでアクアテイラーズに行って、新種なコイドラスを注文してきました。私はこのコイドラスペリアという台湾の図鑑、いろんなね、ボリューム2、ボリューム3とかも、造反されたやつも初代の本も見てですね、いろんなコイドラスを知ってるつもりだったんですけど、ここ11月に入って、ここに載ってないコイドラス結構見つかってるんですよね。激震が走ってます。私だけがな、このテンションが高いのは。この本買った時に多分言ったと思うんですけれども、まあ、ナマズやなと。派手な色のやつがいれば買おうと思ったけどいなかったと。派手なやつはいなかったですって言って終わったと思うんですが、今回ね、ある意味派手なやつ、見つかりました。吹雪テトラ。久しぶりにテンション上がるコイドラスだわ。まあ、このコイドラスゼブリーナ2016年か15年ぐらいに見つかった時もこれもびっくりしましたけれども、個人的にはもうゼブリーナ超えの衝撃です。値段もゼブリーナ超えてます。
セブリーナのワイルド個体よりかは安いですけども、ブリード個体よりは高いです。このコイダースに関しては1本ガチでもう本当ちゃんとした動画撮りたいんですよ。こういう語りじゃなくてね、しっかりとした動画を撮りたいんで、今回はさらっと言ってきます。もう勘のいい方はね、あ、ふぶきさんあのコイダース買ったんですねってのも今分かってると思うんで、あのコメントに書かないでほしいんですけど、ネタバレになっちゃうんで。海外の方ではちょくちょく出始めて入手しやすくなってるのかな。ただ日本だと本当にまだ出回ってないし、ネットで検索してもほとんど情報出てこない。この最新図鑑にも載ってない。だから私見た時にはあれこれなんだと思ったんですよ。いろんな大量載ってるんですよ、こうでかい写真でさ、こう載ってんのにさ、あれこれなんだと思って、突如ですよ、いきなり11月になってね、ボーンって出たんで、これでこれなんですよね、突然来るパターンなんで驚いたんですけど、例のコイダース注文したので、いつ届くかな分かんない、これ早くね、とりあえず早く欲しいから早くって一応言ってきたんで、ね、早くくださいと。もう私はもうね、この餌もゲットしたしね、もうこの餌で育てたいから、ちょうどこの餌ね相性いいんで、いろんなパターンがあるんでね、私はこう写真見せてですね、店長にもうこのパターンのね、こういう形質、こういうやつね、これだと直接ね、直接今日言ってきたんで間違わないと思うんで、似たのがいるんですよ、禁煙種が。あまり言うとバレるんで、この辺にしときます。ということで、あの新しいコイドラスを注文したという点と、業務用コイドラスの餌が発売された件、ご視聴ありがとうございました。バイ。おまけ編ということで、こちらは隔離水槽 B です。水替えしたばっかりなので少し白く濁ってます。この水槽の中にひし形体型の王様と言われているハイベゾブリコンエピカリスを飼育してます。オスとメスです。この子はメスです。ワイルド個体なんですけど、ピンクっぽい色合いをしてます。尾びれは赤い。こちらオスです。オスは頭部が少し黄色いですけど、全体的な赤っぽいと言いますか、ピンクっぽい色合いをしています。知ってる人は知ってると思うんですけど、日本一マニアックなチンカラのお店にこのエピカリスの色彩変異個体が入荷したんですよ。私がこの欲しいと思ってアクアテイラーズに注文したんですけど、いやこれはもう無理ですよと、あまりにも珍しいので、いや多分入荷無理ですっていうことだったんですが、なんと今回このエピカリスの色彩変異個体入手できました。こちらです、エピカリス。価格は6800円でした。20年ぐらい入荷なかったので、入荷した当初は2万円超えてましたけど、最近はまとまった入荷があるって言ったらあれなんですけど、たまにこう入荷するので値段が安くなっていると。月刊アクアライフではブリードされてた方もいました。だから私もちょっとそれが羨ましく思ってるので、ペアを買ったと。あいつ実はもう放卵して1回卵産んだんですけど、あの時めちゃくちゃ忙しくて構ってる暇がなくてね、そしたらまたへそ曲げて今産まなくなったという、そういう状況でございます。めちゃくちゃ寒いので二重梱包していただきました。この時点で分かればあなたはもうチンカラマニアと言いますか、チンカラに精通しているすごい人がいて、その人のワイルド個体、それを裏ルートで入手したらしい、アクアテイラーズによると。だからね、あまり世に出回っていないというものでございます。さあわかるでしょうか。プラゲ越しの様子です。色が飛ぶ環境にしてるんですけど、わかりますでしょうか。体の半分が黄色です。イエローエピカリスという名前もついているエピカリスの色彩変異個体です。前紹介したあの台湾のカラシン図鑑にも実はエピカリス載ってました。この黄色い版が最近見つかったんですよ。この子は確実にオスですね。ヒレが長い。改めてこんな感じです。言った瞬間になくなるね。普通のエピカリスはちょっとピンクっぽい色合いをしている。オスも頭部が少し黄色くなりますけど、ピンクっぽい色合いをしている。一方で最近見つかったエピカリスは明らかに黄色いんですよ。で、これまだガリガリの状況でして、もう少し太くなって黄色い部分がもう少し増えます。背びれよりもちょっと後ろのところまで黄色くなるはずなんで、あの台湾の図鑑を見ると、ヘミグラムススティクタスもオズツの色が違う個体が流通しているので、おそらく色彩が違う感じになるエピカリスで間違いないと思います。なのでこのピンクのエピカリスと
荒廃させたら面白いんじゃないかということで、この隔離水槽 B でしばらく育成してみたいと思います。今離れても分かりますよね、この黄色い感じが全然違うよね。あと落ち着いてるね。残り1匹でした。違うでしょ全然。こういうひし形体形の種を見極めるときって、この黒斑のスポットの形状を見るんですけど、ちょっと違うんですよこれ。横にこうバーって書いてるでしょ、筆みたいに綺麗な感じじゃなくてバーって横に書いてるんですよこの黒斑。こいつはちょっと違う黒斑なんですよね、うん、ということで、ちょっとね、奥深い世界でございます。一応同種です現在は。以上、おまけんでした。